マージー死爵は、イギリスの死爵、貴族、連合王国貴族爵位、放送家、ジョン・ビガムが1916年に除されたことに始まる。1995年以降、ロード・オブ・パーラメントタルネ・アーン卿も合わせ持っている。初代死爵ジョン・ビガム高等法院王をザブハンジや、家事部長官を歴任したジョン・ビガムは、 1910年3月16日に連合王国貴族としてランカスター州トクステスにおけるマージー男爵に除された。初代男爵はタイタニック沈没事故を含むいくつかの開示審判を行った後、1916年1月22日にランカスター州トクステスにおけるマージー死爵に上る爵した。 その息子の二代子者チャールズは、疑話団の乱に従軍した、陸軍軍人で、後政界に転じて、数密顧問官に任じられている。その孫に当たる四代子者リチャードは1995年に、母方から、スコットランド貴族借位のネアーン卿を継承した。これ以降、歴代の子者家当主は、脅威を合わせ持っている。2020年現在、 その息子である五代子者エドワードが子者加減、当主である。一族の邸宅は、サセックス州プルバラ近郊に位置するビグナーパーク。現当主である第五代マージー死者エドワード・ジョン・ヘイラム・ビガムは、以下の爵位を有する。爵位の推定相続人は、現当主のおじであるデビット・エドワード・ヒュー・ビガム閣下。推定相続人の法廷推定相続人は、その息子、 チャールズ・リチャード・ペティビーガム、ありがとうございます。